皆さん、こんにちは。リコです。ここのところ BMSG 毎日リリースが続いている気もしますけれども、そんな中でも一番驚いたのがこれでした。ルイ・大イカノンが三浦大地さんの楽曲、飛行船をカバーリリースしていますね。いや、本当に衝撃のパフォーマンスでめちゃくちゃびっくりしました。 まさかこれがトレーニーのパフォーマンスとは思えないですし、先日私第3グループのお話もちらっとしましたけれども、仮にこの3人が第3グループに入ると仮定すると、これはデビュー時点でまたとんでもないグループが出来上がるなということが、本当に目に見えてわかりましたね。今日はそんなルイ・タイキ・カノンの飛行船のカバーリリースに関しまして、 この3人がインスタライブで語ってくれた飛行船カバーの経緯のお話などについて、そして2つ目は三浦大地さんがこの楽曲をリリースした当初にインタビューでお話をされていたことが本当に心に響きましたので、三浦大地さんへのリスペクトも込めてそのお話もさせていただきたいと思います。 そのお話に入る前に、まずは事務的なお話になりますが、このリリースを記念しまして、BMSG トレーニーの新グッズが予約販売スタートしています。グッズは2種類ありまして、アクリルスタンド、キーチェーン、それからオリジナルフォトジーン。この2点が現在予約販売されています。受付は4月29日の23時59分までです。 2点同時購入された方には、トレカのプレゼントなど、キャンペーンもありますので、詳細は概要欄のリンクからご確認されてください。はい。では、このルイ・タイキ・カノンの飛行船のお話に入っていきたいと思いますが、いや、本当にびっくりしました。何がびっくりしたかというと、パフォーマンスにびっくりしたというのはもう言わずもがなだと思うんですが、 ちょうどこれがリリースされたのが木曜日で、木曜日といえば私 BMSG のスケジュールを毎週作っているので、その1週間に起こった BMSG の出来事というのをくまなくチェックしている日でもあるんですよね。で、その中でこの3人がこの楽曲をリリースするという予兆は変輪もなかったので、本当にびっくりしたというのが個人的にまずびっくりした点でもあったんですが、このタイミングで公開されたということは、 もしかしたら先日開催された G&G の場で披露されたパフォーマンスだったのかなという気もしています。いや、それにしても本当に3人の歌唱力、ビジュアル、ダンス力、どれをとってもまたものすごい成長を見せてくれていましたね。後ほどお話しするインスタライブの 締めの挨拶としてカノンくんが話をしてくれていたことなんですけれども、カノンくんが僕たちの成長過程としてここに刻めたことを嬉しく思うというふうに話をしてくれていましたが、ファンとしても本当にまさしくその思いですね。彼らがこのタイミングでこのパフォーマンスを残してくれたということは、私たちファンにとっても本当にかけがえのないものになったんではないかなというふうに思います。 そんなパフォーマンス、をやはり初めて見た時には、本当にびっくりしましたね。いやー、本当に歌声一つとっても、ダンス一つ一つ,つとっても、細かい部分まで丁寧に丁寧に練習を積んできているんだなということが、本当に色濃く現れていて、そして何よりも三浦大地さんへのリスペクトがものすごく現れているパフォーマンスだなというふうに思いました。その中でも、やはり、 大輝の歌声というのが非常に話題になっていて、私もびっくりしました。インスタライブで大輝自身も話をしてくれていましたが、大輝自身がやはり普段から歌よりはラップというところに重きを置いているようなので、こういった形で今回彼の歌声を聞くことができたというのも本当に嬉しかったですし、何よりその歌声がものすごく素敵で、 これからもこの大気の歌声をたくさん聞いていきたいなというふうに思いました。そしてこの飛行船のカバーですが、なんとなんとデビュー前のトレーニーの作品であるにもかかわらず、YouTube の急上昇ランク第4位に長いことランクインしていましたね。これ本当にすごいなというふうに思います。BMSG はトレーニーも自分たちの楽曲を ライブでパフォーマンスしたりということで積極的に表に出る活動もしているわけですけれどもそんな中でこうやって作品もリリースしてしかもそれがランキングにもランクインしてしまうというこの人気と実力と話題性が現時点でも本当にすごいことになっているんだなということを実感しましたそんなこの三浦大地さんの飛行船をカバーするに至った経緯というものが 先日のインスタライブの中でお話をされていましたね。私はこのリリースの情報を見たときに、数ヶ月前にスカイハイさんのダイブトゥーザニューワールドに三浦大地さんが出演されていたので、そのあたりで決まったお話なのかなというふうに勝手に勘ぐったりしていたんですけれども、そうではなかったですね。実際には BMSG フェスまではペッパースプレーが課題曲として3人で練習をしていて、 そのフェスの後に新しい課題曲を探していた中で、マニーさんの提案でこの楽曲に決まったという話がありました。そしてそしてこの楽曲、なんとなんとコレオは3人でつけているんですよね。そういった意味でも3人のクリエイティビティにもまた驚かされたという楽曲でもあるかと思います。このコレオグラフ一つ一つに丁寧に意味が込められているんだろうなと、 すごく一つ一つの振り付けから感じることもたくさんありますし、あとはやっぱりハンドマイクに焦点が当たっている部分が多かったのがとっても気になりましたね。で、このハンドマイクに込めた思いというのは意味が深いというふうにはカノンくんが話してくれていましたが、実際にどんな意味が込められているのかというところまでは話してくれなかったですね。 そして先ほどもお話ししました通り、待機の歌唱力がすごいという話にもこのインスタライブの中でなっていましたけれども、その歌唱力というのは、やはりルイやカノンくんと一緒にいることに受けた影響が大きいというふうにも話してくれていましたし、あとは撮影前にりょんりょん先生のレッスンがあったそうで、そのレッスンで、やはりこの3人の歌唱力というのが飛躍的に向上したというようなお話もありました。 そして3人の話を聞いていると、やはり三浦大地さんへのリスペクトを自分たちが実際にパフォーマンスしてきたからこその驚きや尊敬というものがすごくこもっているんだなというふうに感じました。三浦大地さんが歌われている原曲は、この3人がカバーした楽曲よりもキーが高いそうです。さらにそれを1人でダンスもしながら歌い上げる凄さといったことを3人が熱弁してくれていました。 そしてスカイハイさんが三浦大地さん自身にこのパフォーマンス映像を見せてくれるというような話もしていたそうで3人が本当に喜んでいましたね。それを受けて三浦大地さんも最高といったインスタのストーリーも上げてくださっていました。先ほどお話ししたスカイハイさんのダイブトゥーザニューワールドの中で三浦大地さんとスカイハイさんの話でソータが トレーニーにダンスを教えた時のトレーニーの吸収力がすごいみたいな話を確かしていたと思うんですけれどもその話は三浦大知さんとソーたが関ジャムで共演したからそういった話があったんだなというふうにその時は認識していましたが今となってはこのトレーニーのカバーということもあってトレーニーのお話が出てきたのかなというふうにも思っていますそしてこの3人の話を聞いていると やはり歌いながら踊るということがどれだけ難しいのかということがものすごく伝わってきました。連続でパフォーマンスをする大変さ、体力をつけないとという話であったり、あとはテイストの違う楽曲を歌う時の切り替えの難しさみたいなことも大気が話をしてくれていたりしましたので、 本当にやっぱりダンスボーカルの方々というのは歌いながら踊る筋肉は歌いながら踊らないとつけられないというようなことをスカイハイさんがいつもおっしゃっていますけれどもその特殊能力というのは本当にやっぱりものすごいものなんだなというふうにこのトレーニーの3人の話を聞いていてとても思いましたしテイストの違う楽曲を歌う時の切り替えということに関しても やはりアーティストの皆さんはそれぞれ一曲一曲の楽曲の世界観を大切にしながらも全体として一つのストーリーとしての紡いでいき方がものすごいと思いますのでそういったことを今トレーニーの3人は一つ一つ自分の身をもって体感して習得していっている最中なんだなというふうに感じましたはい、ということで パフォーマンスめちゃくちゃかっこいい3人なんですけれども相変わらずインスタライブの時にはわちゃわちゃを通り越してちょっとはちゃめちゃな部分もあったりしてすごくほんわかした3人だなというふうにも思っているのでこの3人のこの雰囲気は保ったままどんどんとまったパフォーマンスが洗練されていってかっこいいグループになるんだろうなというふうにとても楽しみにしています はい。そして、この三浦大地さんの飛行船という楽曲、この楽曲のことを知りたいなと思いましたので、いろいろ調べていたんですが、その中で三浦大地さんがこの楽曲をリリースした当初にインタビューを受けている記事を見つけたんですね。そこに書かれている文章がものすごく素敵だったので、今日はそのことをご紹介させていただきたいと思います。 この飛行船という楽曲は2018年にリリースされたアルバム9体の中に収録されている楽曲です。ただこのアルバム自体がリリースされたのは2018年だったんですけれどもその3年半前ぐらいからずっとプロジェクトとしてやってきてやっと2018年にリリースできたというようなお話のようです。その辺の経緯など詳しいことは 概要欄にこの記事のリンクを貼っておきますので、ぜひお読みになってみてください。そして、並々ならぬ思いでこのアルバム球体を完成させたんだなということが、この記事を読んでいても本当に手を取るように感じるんですけれども、その球体というアルバム、 三浦大地さんがこの飛行船という楽曲というよりは球体というアルバムに込めた意味というものがものすごく深い意味がありますのでそちらをご紹介させていただきたいと思います僕はこの球体というプロジェクトについては一生続いていくものだと思っています一生どころじゃないというか奈緒さんとも話しているんですけど自分たちの手を離れても残っていく作品にしたいよね というのは最初からあったんです。例えばちょっと風化している銅像があったとするじゃないですか。その銅像が待ち合わせの場所になっていたり、その周りで本を読んでいる人がいたり、みんなの憩いの場として銅像の広場があるんです。それは誰が作った銅像かわからないけど、みんなその周りに集まってくるんです。そしてそれがちょっと欠けてきたりしたら誰かが直したりして、ずっとここにある。 それって人がどんどん繋いでいくということだし、ずっと残っているものってすごく素敵だなと思っていて。だから球体も僕じゃないパターンがあってもいいというか、別の違うプロデューサーが違う解釈でアレンジをして違うアーティストがレコーディングして、全く違う球体が生まれても面白いでしょうし、自分がもし死んでもこの作品だけはずっと残っていくというか、そういうプロジェクトになるといいなと思っています。 というふうに記事に記載されていました。この記事を読んだときに、三浦大地さんがこの楽曲に込めた思いというものは、自分というものを超越して、一つの作品として永遠に残り続けてほしいといった強いメッセージが込められている、 作品だったんだなというふうに知ることができて、改めてこの作品へのリスペクトがものすごく強くなりましたし、今回はルイ・タイキ・カノンのおかげで飛行船という楽曲を知ることができましたが、この楽曲を通して、さらにこの記事を読んだことによって、球体というアルバムを聴いてみたいなという気持ちにとっても強くなりました。 そしてこういった三浦大地さんの思いがあったからこそこの3人が今回こういった形で三浦大地さんへのリスペクトを最大限に表現しながらも3人なりのパフォーマンスを見せてくれてこの楽曲にまた違う色を添えてくれたんだなというふうに感じましたはい、ということでルイ・タイキ・カノン3人がカバーをした三浦大地さんの飛行船のお話をさせていただきましたが 本当にこの3人もういつデビューしてもおかしくないなと思うくらいに準備が整っているなというふうに個人的には感じましたし和製マイケル・ジャクソンとさえ称される三浦大地さんからのバトンをこうやって BMSG のアーティストが繋いでいってくれているというのが本当に嬉しい今回のカバー作品でもあると思います。はい、以上です。どうもありがとうございました。リコでした。